北国赤エビは、タラバエビ科に分類されるエビの一種。北、太平洋の深海に生息し、重要な食用種として漁獲される。別名は、甘エビ、南蛮エビなど。体長は12センチメートルほどで、和名の通り全身が、ピンク色から赤大色をしている。新潟市近郊で用いられる、南蛮エビという別名は、外見が赤く熟した唐辛子の実に似ることに由来する。 他のタラバエビ科のエビと比べると、体や足が細長く、甲が柔らかい。学角,角は細長く、東京甲の1.5倍以上ある。また、6つある原節のうち、3番目の原節の後半部に上向きの小さな突起があり、腰が曲がっているように見える。島根県以北の日本海沿岸から宮城県沖北の太平洋、オホーツク海、ベーリング海。 カナダ西岸までの北、太平洋に広く分布する。日本海は南限にあたる。日本近海では、水深200の600メートルほどの深海砂で底に、生息し、生息指摘水温は0摂氏8度、加減水温は低、摂氏1.6度とされている。高緯度海域では100メートル程度の水深にも分布する。植生は肉食性で、小型の貝類や甲殻類、 タモウ類などを捕食する。天敵は人間の他にもトウソク類やタラ、アコウダイ、サメなどの肉食魚がいる。また、エラクルにエビやドリムシが寄生し、東京港の一部が黒く膨れ上がる場合がある。春から夏にかけてが産卵期で南の地方ほど早い。ただし、日本海側の個体群は格年でしか産卵しないことが知られている。卵は、 直径1ミリメートル前後の休憩で一度に2000から3000個を産卵し、放卵期間は約10ヶ月で、メスは受精卵を腹足に抱えて孵化するまで保護する。水深200から3 0 0ルまで移動し、卵を放出する。生まれた妖精は遊泳客を持ち、プランクトンとして浮遊生活を送る。他のタラバエビ科のエビと同じく優生船熟の性転換を行い、 若い個体はまずオスとなり、成長するとこから6歳でメッスに、性転換し、卵の成熟には7歳で、陽性孵化直前の放卵状態となる。寿命は11年ほどとみられ、産卵は、生涯に3回以上と考えられる。ただし、生息海域の水温が高いほど成長が早く、低ければ、成長は遅くなる。甘エビの握り寿司日本では高級食材として、扱われる。 北日本では重要な漁業対象で、底引き網や加護漁などが行われる。20世紀末頃からは冷凍されたエビの輸入量も増加していて、タラバエビ類では比較的安価に流通する。甲が柔らかく、身から離しやすい。生で食べると、グリシン、アラニンなどのアミノ酸に由来する甘みがあり、これが別名、甘エビの由来となっている。ただし、捕獲直後の 死後、多少時間が経過すると甘みが感じられるようになるのは、自己消化の過程で、タンパク質からアミノ酸が生成されるからであり、生きている状態や新鮮な状態では、含有量が少ないためとされている。基本的に、輸送時間などを考慮すれば、店頭で並んでいる時点で最も食べ頃となっているのが通常である。冷蔵と物流が進展するまでは、殻のまま煮る。 具足2が一般的だった。刺身、寿司種、塩辛せんべい、天ぷら等様々な料理に使われるが、小型のオスはせんべい、大型のメスは刺身や寿司種など大きさによって使い分けられる。身だけでなく、東京港内にある中朝鮮も濃いうまみがある。銅の殻を取って、刺身にして、頭のヒゲを取って、頭を味噌汁にして、蜜葉などを散らして、 頭のエビ味噌を吸うと美味しい。頭の横のエラにエビアドリムシが寄生して黒く盛り上がっているものが見つかることがあるが身の食用には影響しない。パンダラスボレアリスパンダラスボレアリスクロイヤー1838ビスメルでは和名を当てていないを当てる場合もある。ありがとうございます。